さて、そしたら始めていきましょうか。さて、これは映ってますかね。今ちょっとインスタの方では一人、えー、と見ていただいている形で、では、えー、と早速ですね、えー、と今週から始めようと思うミニマル、ちょっと名前変えまして、ミニマル英文法という形で、えー、とまあ30分ほどですかね、まあ、金曜日の20時から20時30分、こちらの時間をお借りして、ちょっと英文法講座みたいな感じで一緒に勉強していけたらなと思ってます。 でですね、早速、あれなんですよ。あの初回にしてあのトラブルが発生しまして、あの、何のトラブルかと言いますと、あの、皆さん、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、現在、えっ、ー、と、そうですね、えーと、インスタグラムのインスタライブを配信しながら、かつ、えっ、ー、と、パソコンの方は画面収録してるって形です。で、このインスタライブが終わった後に、えっ、ー、と、画面収録したものを YouTube にアップロードするっていう形になります。で、もともとそうなんですよ。YouTube でも、えっ、ー、と、アップロードじゃなくて、ライブ配信しようと思ってたんですが、えっ、ー、とですね、 YouTube のライブ配信っていきなりできないんですよね。いきなりできないです。どういうことかっていうと、なんか今日やろうかなと思ってついさっきあのライブ配信するみたいな選択肢があるんでそこをしたら、なんか24時間ぐらい待ってくださいみたいなあの画面になったんですよ。なんかライブ配信するためには24時間、なんかその YouTube 本部なのかななんかそのチェックが多分入る,の入るみたいで調べたら。という形でですね、 えっ <laughs> と、YouTube、えー、と Instagram の同時配信でしようと思ってたんですが、えっ、ー、と、ライブ配信という形は、えー、と Instagram のみとなっております。はい。次回以降ね、YouTube もできるかと思うんですが、なので、まあ、皆さんももし YouTube でライブ配信することあれば、えっ、ー、と、お気を取ってください。ということで、ね、えっ、ー、と、始めていきましょうか。さて、そうしたら今回がですね、ミニマル英文法と題しまして、1回目、英語の語順というものを、えっ、ー、と、一緒にやっていこうと思います。さて、 まあ、改めてですけれども、えっ、ー、と、私のこと初めての方もいると思うんで、なんかめっちゃ話し方硬いな、硬いんですけど、改めて、えっ、ー、と、トックと言います、自分は。えっ、ー、と、YouTube のチャンネルでは、English Connect Teacher という名前で活動させていただいてまして、まあ、特徴、まあ、趣味ですかね、趣味はゲストハウス付きのミニマリストというふうにちょっと題してみました。で、まあ、今回、えっ、ー、と、1分目分 n インスタグラム、TikTok 見てる方であったり、 あの、YouTube 見てた方だったら、あれそういえばこのチャンネルのこのコンテンツって、1分英文法って名前じゃなかったっけと思った方いると思うんですよ。それをちょっと、えっと、名前変えまして、えっと、ミニマル英文法という形で、えっと、YouTube の方ではお届けしていこうかと思ってます。ライブ配信ですね。ライブ配信の方ではお届けしていこうと思ってます。で、まあ、ゆうで1分英文法と変わりません。コンセプトは大きく3つあるかなというふうに考えてまして、まあ、1個、本当に英文法、まあ、日常会話とかで使う英文法。 のののの必要最低限の3つつポポイインントトに絞っててて解説ししいいこうとと思いますで目は完璧な文法学習もう本当にお勉強って感じですよね文法ってなるとなんか分厚い教科書読んでなんか30分1時間先生の話聞いてでもなんかすぐ忘れるしみたいな、まあ、そういった完璧な文法学者を除いて、まあえー、と本当に必要なポイントだけミニマルにですねそれこそ収めることによって、まあ、本当に使いたい会話や読書といった実践に時間を使えるようにできたらなというふうに思ってます。 で、最後、最短1分で復習可能というふうに変えてます。これどういうことかというと、えっ、ー、と、一応30分を目安にですね、えっ、ー、と、このライブ配信しても行います。が、えっ、ー、と、またど、えー、どうせたらいいですろえっ、ー、と、まあ、今までライブ配信でないや、TikTok、ショート見てくれてる方はご存知の通り、まあ、1分でまたまった動画も撮って、えっ、ー、と、また、えー、今度から YouTube ショーツ、TikTok、Instagram の方に載せていこうかと思ってるので、まあ、えっ、ー、と、まあ、これから英文法、えー、会話とかですかね、とか、 えっと、普通に学校の英語の勉強、始めたい方で、もう一回ゆっくり、一から勉強したいよって方とか、いらっしゃったら、まあ、一緒に勉強していく、いく、なんていうんだろう。まあ、なんか <laughs>、一緒に勉強していけたらなと思います。はい。では、そんな感じで、こんなテンションで始めていきます。なので、まあ、えー、っと、普段、一分一分,分を見てる方とかで、なんか、ゆっくり学び、一緒に勉強したいなって言ったら、こっちのライブ配信に来てくれて嬉しいです。はい。という形で、まあ、進めていきましょう。 やっぱね、そうこうしてるうちに、今何分なのっよ。11分か。あと20分しかない。という形で、えっと、まあ、30分のライブ配信なんでね、ちょっとちゃちゃっといこうと思います。では、最初ですね。あ、そうだ、これもやるとで。配信予定日の方がこちらになってます。そう、配信予定日。ま、あくまであの予定というふうに思ってください。一応、今の段階では毎週金曜日のこの時間、20時から20時半を配信予定としてます。で、大きくコンテンツは3つ分けてます。 文法ごとというとあれですけど、一つまあ英語の語順について、二つは時制について、三つ追加表現といった大きく三つの括りに分けて説明一緒にしていこうかなと思ってます。で、まあ2月3日、今回ですね、英語の語順というところから始めていこうと思います。まあ内容は、えー、と前回 YouTube もし見てくれた方いらっしゃったら、えー、とすごい嬉しかったんですが、あの 今まで7000回くらいかな再生された動画があると思うんです。まあ、これらすべてまとめた動画になるんですけど、まあ、それらをもう一回アップグレードして、えっ、ー、と、解説していくというような形です。まあ、なんか、一回で自分、な,なんて言うんだろう、その、45分って意外と長いじゃないですか。なんか、まあ、やし、でも30、まあ、この時間の30分も、まあ、長いと思うんですよ。でもなんて言うんだろうな、うーんと、なんか、一気に4、あ、でも僕説明できへん。<laughs> まあ、なんか、あの自分、なんて言うんだろう、その、 えーっとまあなんか自分一人で勉強する気にならへんよとかなんかやる気でへんよって時にまあうまいことこの YouTube というかコンテンツも使ってもらえたらなと思いますなんか一緒の勉強仲みたいな感じで思ってくると嬉しいですでえー、っとまあ2月から6月まででえー、っと一応この、えー、ミニマル英文法中学英文法編は終了にしようと思います で、まあ予定ですが、まあ今年の後半ですね、7月から11月に限りは高校英文法と題しまして、まあもうちょっと細かい部分やっていこうかなと思います。おそらくまあ一回英語勉強したいとことある人だったら結構この辺も知ってるよって内容多いと思うんですよね。なのでもう少し詳しいところ、まあ、えっ、ー、とまあ小難しいところもいろいろ含めてやっていきましょうと思います。はい、ちょっと前置きが長くなりましたね。そしたら行きましょうか。 さて、そしたら今回がですね、第1回英語の語順という形でやっていこうと思います。まあ、なんかライブ配信といえど、なんか結局一人で話してるので、どう進めていこうかいつも悩むんですが、そう、英語の語順って聞いたときに、なんか皆さんまず疑問に思いませんでした。てか、この今はそれと見て疑問に思うことあると思うんですよ。なんかそんな語順って気にすることなんて。多分僕たち日本人、 今僕もこういうふうに日本語喋ってますけど、語順とかってなんかあんま関係なかったりというか、何も意識しないで3話しますよね。なんかもちろん、なんか聞いててこの人日本語おかしいなって人はいますよ。まあ僕自身も僕の日本語おかしい時がありますし。ただ、英語の場合って、日本語より語順のルールって言いますか、語順。結構厳しいんですよ。まあ厳しいって言い方するとあれですけど、なんかそれだと本当伝わらない場合であったりとか、全く意味が違う場合。 になってしまうことがあります、まあ、どういうことかはまあ後々今から見ていきましょうか <laughs> そしたらまあ英語の語順というふうにいきましょうはいそしたら早速ですねスライドの方まあ今回は3つのスライドに分けてますで一度前、えー、初回の方かな見てくれた方はまあもうちょっと見やすくなってると思いますもう相変わらずちょっと,、えー、とまあ英文法の、えー、範囲っていうんですかね内容もミニマルにそしてスライドもミニマルに、えー、と必要最低限の装飾で えっと、装飾、えっ、ー、と、色とかで、えー、と構成するので、まあ、楽しんでください。<laughs> はい、行きましょうか。はい。そしたら、まあ、まず最初ですね。えっ、ー、と、英語の語順は S プラス V っていうポイントに入っていこうと思います。英語の語順は S プラス V。S プラス V って何ですかって感じですよね。いきなり S と V って何やねんみたいな。なんかテニスやってる人やったら、S は光栄のストロークで、V はボレーの V みたいな。ああ、全然あのテニスしてるだけで全然大丈夫ですよ。あの、テニスのラケットにソフトテニスだけかな。 実は自分、相手やっててずっとやってて、中学、高校と。ラケットにまあ S って、ストロークの意味で S って書いてるんですよ。で、V ってボレー。まあ、前衛とかって、まあ、前でまあボールを弾いたりするんですよね。大体 V とかってやって、まあ、そのな予断を置いときましょう。えー、と、なんで、まあ、えっと、そうですね。S プラス V とは、ここで言うと、主語プラス動詞という語順のことを言います。主語プラス V、えー、と、動詞ですね。ちょっとそれはどうせましょうか。 でまあ、主語プラス動詞という語順、まあ、改めて整理しましょう。主語とは何かというと、まあ、誰が行動しているのかを表す言葉のことを言います。一方、動詞とは何かというと、どうする行動なのかを表す言葉を言います。まあ、主語と動詞、改めて日本語でも整理しておいてください。まあ、本当に誰が誰の話をしているのかとかっていうのは主語ですよね。でまあ、その人がどうしているのかっていうのを動詞というふうに言います。でここでも S と V。何が S と V なんて思ったと思うんですよね。この S って主語の S じゃないですよ。 動詞だってあれですよね。D になりますよね。S プラス D になりますもんね。で、えっ、ー、と、ここの S プラスと一応不足ですね。わ、やばい、なんかめっちゃ変な感じ。っていうのが、その一方英文法ってすごい喋れる語数を限られてるんですよ。なんか本当えっ、ー、と、上なんかその余計な話が多いかもしれないですけど、なんかこんなに自由に話せてやれるのですごく、なんか違和感かつやりやすいって感じです。え、行きましょうか。えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、主語ってサブジェクトっていうふうに英語で言います。サブジェクト。 の頭文字 S を取って S。で、動詞は英語でバー r b ーブ r b っていうふうに言います。なので、そこの V を取って S プラス V っていうふうになってます。で、ここで順番ですね。順番。S プラス V という順番。すなわち主語プラス動詞という順番。で、誰がどうする何々。そして、日本語では S 主語が何々を V 動詞するっていうのは意味になるんです。 大丈夫ですかここちょっとややこしいと思うんですけど、後の例文で一緒に詳しく見ていきましょう。えー、っと、すなわち、なんか僕たちって何か、例えば、えー、っとこういうパソコンあ、後の例文でいきましょうか。で、命令文。今はこういうのあるだけっていうふうに押さえてください。で、次、命令文行きましょうか。補足で一応命令文も加えてます。命令文とは何かというと、まあ、そのままですね。命令文とは、あることをするように言いつける文。あることをするように言いつける文のことを命令文と言います。言いつける。 なんかよくありますよね。親御さんたちがお子さんに向かって、あんた勉強してるんで、勉強しなさいとか、なんか帰り遅くなった時に、早く帰ってきなさいとか、なんか片付けしなさいとかっていうふうになんか散々言われた記憶があります、過去に。はい、そんなことさておき、まあここのフットワーク見てください、フットーさっきは主語 S があって S、S プラス V で S が何々を V するという意味になりましたね。一方、命令文とは、こういうふうに主語がなくて、いきなり V って始まる。語順の場合。 その子の場合は、訳は何々を V しなさいっていうふうな、まあ、そのまま言いつける文、命令みたいな形になってしまうんです。まあ、なので、えーとまあ日本人、日本語は特に主語をつける癖がないので、まあ、ついついいきなり動詞から話してしまうんですけれども、まあ、そうした場合、場合によってはなんか相手に命令してるみたいな意味になっちゃうので、まあ、補足程度にうのは思っててください。では、実際どういった話なのか、具体的な例を見ていきましょう。よいしょ。はい。では、具体的な例ですね。 えーっとはいまあなぜ私もこの例文にしたか謎なんですがえー、っとまあ日本語ねまあこれ今からないですよね私は魚を食べるっていう文章私は魚を食べるまあ普通に日本語ですよねまあここには書いてませんが魚を私は食べるでもまあ文章を成立しますよねしかし一方そのまま下見てくださいねビーって見てもらうと英語の場合 I eat というふうにまあこれ見てもらうと分かるように日本語で言うところのニョロニョロ何々王の部分が英語だと後ろに来るんですよねすなわちもし I 日本語と同じように私は魚を食べるだからそのまま英語で I fish eat っていうとんどういうことってなるんですよいきます日本語と英語の違うところ一番大きなポイントですここが言葉の順番が違いますそれは何が違うかというと 英語の場合は、まあ、そのまま、えー、と主語はそのままとしましょうか主語の後ろにすぐにどうするのかっていう行動が来ますなので今回の場合も「I eat fish」というふうに「eat」っていうのが主語の後ろに続くっていうふうに覚えてくださいでもし補足にもあるようにここの主語がなくなった場合そのまま「まあ、何食べる?」って言われて聞かれてもし友達とかに海外の友達ができたとしてで魚食べるから「eat fish」って かなと思ってイートフィッシュってもし言ったとしましょうそしたらどう聞こえてると思うんですよ向こうには魚食べるって聞いたのにイートフィッシュ魚食えって言われたどういうことってなりますよねっていうのが一応命令文としての説明になりますまあもちろん通じると思いますけどねまあちょっと長くなりましたねまあここの英語の語字の s プラス v っていうのが割と割とって言いますかあのー、まあ本当簡単なことやなんだとって思うと思うんですけどもあのー、け結構というかあのー なんでいう,んだろう極端かもしれない一番大事なポイントでもありますのでなんかえっ、ー、とまあ時々振り返ってみてくださいはいそしたら次いきましょうかうわ全然ペース配分が分からんえ今何分えっ <laughs> そうなんですよね <laughs> よいしょあと10分ですねはい行きましょうか <laughs> はいそしたらそのまま次いきますねまあ一つ目、まあ、英語の語順 S プラス V っていう形でしたねでは続いてよいしょ ついて2つ目のポイントはこちらです。授業同士の後ろは相手プラスもの。授業同士の後ろは相手プラスもの。さあ、またなんか、授業同士とかっていうわけわからんなき来ましたね。授業同士。まあ、授業同士。まあ、その漢字を読んで、えー、と漢字の通りなんですけども、授業同士とは、与えるという意味を持つ動詞のことを言います。与えるです。まあ、何かを授業するっていうふうに言いますよね。それこそ、卒業証書、授業式。 まずに言えたとか、まあ、なんか与えられますよねあれって中学高校の卒業式大学の卒業式でも与えられますよねとかまあその他にも授与すなわち与えるという意味を持つ動詞の時のことを授与動詞と言いますでその動詞が来る場合も語順が変わりますまあ英語の場合の語順はですねまあ先やりましたね絶対に s プラス v っていう集語述語は最初に来るよとでその後に相手が来て物が来るっていうのは順番になるんです すなわち誰が与えるのか。誰に何を。ここ、日本語だと、まあ、まあ、S と V で変わることはありますが、まあ、だ何を誰にっていう順番にもいきますよね。しかし、英語の場合は、誰に何をというふうに、先に相手が来るっていうのがポイントです。まあ、詳しいことは後の例文で一緒に見ていきましょう。で、まあ、役は、まあ、S が相手に物を V するっていうのは役になります。まあ、いくつか授業同士の例も載せておいているので、一旦見ておきましょうか。 まあ、柔道詞代表的なもの。まあ、それこそそのままですね。ゲー e っていうふうに与えるという意味があります。ゲー e で、他にも、与えるという意味では直接的には違うんですが、send send これは、相手に物を送るという意味になりますね。送る。で、二つ目、三つ目ですか。show show は見せる。この二つ目、三つ目、send って送る。ってことは、すなわち相手に与えている、あげてますよね。で、一方、show 見せるっていうのも、まあ、相手に何か見せてるってことは、まあ、そのヒントを与えてますよね。ヒントであったりとか、えっ、ー、と、絵を与えてますよね。っていうふうに、まあ、もちろん、ギブはそのまま与えるという意味を持つんですが、こういうふうに、送るであったり、見せるであったり、そういうふうに、相手に与えるという意味を含む授与動詞の場合は、語順が日本語と違うということを注意してください。さあ、では、えっ、ー、と、例文見ていきましょう。では、ちょっとインスタライブの方、ちょっとカメラをずらしますね。 で4つ英文と、えー、4つの例文を、ね、並べてみました、まあ、上の2つは全然日本語でも違和感ないですよね1つ目、まあ、私はあなたにプレゼントをあげるあ嬉しいですよねもう僕も欲しいですプレゼントクリスマスも終わっちゃいましたが1し、まあ、下も私はプレゼントをあなたにあげる、まあ、どっちでもいけますよね まあ、プレゼントをあなたにあげるでも、あなたにプレゼントをあげるでも、どっちでも違和感なく使えると思います。しかし、英語になるとちょっと変わってくるんですよ。まあ、ここでも最初のルールは大丈夫ですね。まず主語、主語と動詞が最初に来ると。なので、I give you a present。さっきありましたね。私は与える誰に何を。という順番で、I give you a present。この順番になると意味は通じます。一方、この下ですね。I give というふうに主語、述語の後ろにもの、相手となった場合は少し意味が通じなくなってしまうんです、まあ、どうすれば通じるかというのはちょっと後でしてますね今回扱わなくてもちょっといいのですがえー、っとまあ一旦そういうふうに覚えておいてくださいなので日本語の場合は私誰が誰にえーえーえーじゃえー、っと最初ですね与える系の動詞に来るときは誰が誰に あ誰かの少子か、まあえーと。誰に何をの順番であっても、何を誰にの順番でも問題はありませんでした。一方、英語の場合という、英語の場合になると、誰に何をという順番に,になるという、まあ、ここ、どっちかじゃなくて、この順番じゃないと意味が通らないよということだけ、まあ、しっかり確認しておきましょう。えー、とでここ飛ばしてもいいやっていうふうに伝えたのですが、後、え、々、ーまあ、ですね、後々するんですけど、これでも一応意味通じさせようと思ったら通じることはできます。 えっと、I give a present to you の間に to もしくは for という前置詞というまだ、あ、後々ですね、やる、まあ、ちょっと細かい部分があるんですけど、まあ、何か一文字足,す足してあげることで意味通じるっていうのはあったりします。まあ、このあたりはさらっと覚えておいてください。ではさて、後、えー、とあと5分か。やば。えー、とそしたらまあ3つ目のポイントいきましょうか。はい、では3つ目のポイント。さあ、また出ましたね。新しい動詞。 金動詞の後ろは相手プラス状態。金動詞の後ろは相手プラス状態。さて、金同士。まあ、これまたちょっとややこしいんですよ。日本語でま,あまず確認しましょう。金動詞とは何かというと、まあ、状態にするかっこ、原因という意味を持つ動詞。状態にする原因という意味を持つ動詞と思ってください。まあ、この金動詞が来る場合、まず主語、動詞の順番を受けですね。最初のポイントでなりましたね。でその後ろ。 相手が来て状態という語順になるんです。あここもさっきと一緒ですね。相手が最初に来るんやというふうに。というふうに、ま,あ、まず最初やりましたね。1つ目のポイントで SV が最初に来ますよと。と。2つ目のポイントで相手と物だと相手が先に来ますよと。と。今回、相手プラス状態というのは状態、えー、と分並びになります。で、まあ、青で書いてますが、まあ、すなわち誰が状態にするのか、誰をどんなというような語順になって、訳は S, S が相手をあるる状態に V すで、ここで最初。まあ、こういうのとかと覚えてますよ。因動同士。因って何って。<laughs> で、金同士とはって、状態にする原因っていうふうに言ってますよね。え状態にする因どういうこと原因まあ、そこでちょっとここ見てください。訳は、まあ、S が相手をある状態に V するっていうふうに書いてます。ということは、すなわち、 主語である S が原因で人はある状態になるっていうふうな意味に取ることもできるんです。こういうことがあって、こういうふうな状態にする、過去原因になる動詞のことを起因動詞というふうに言います。まあ、ちょっとすごく、えー、と一般的というか、えー、とあ漠然とした話だったので、ちょっと分かりづらかったと思いますが、まあ、ここから具体的な例を見ていきましょう。まあ、起因動詞の例、例えば3つ挙げました。まあ、代表的なものがメイクの後ろに相手と状態を 置くことで、相手をある状態にする。二つ目、keep.keep ってすごいなんか皆さんイメージありますよね。え、じょ、えっ、ー、と、まあ、ペーストを keep するとか、その keep と同じです。で、今度、相手をある状態に保つ。というふうな意味になります。一方、次、leave, leave になると、まあ、放置する。のような状態になる。っていうような例文、えっ、ー、と、答えですね。これ一応書いておきました。まあ、さて、そしたら、えっ、ー、と、次行きましょうか。例文ですね。さて、 そしたら例文ですね。えーと、ここでも4つ並べてみました。まあ、ここの日本語をまず見てください。まあ、あなたは私を幸せにしてくれます。あなたは私を幸せにしてくれます。そして2つ目。あなたは幸せに私をしてくれます。この2つどうですか違和感ありますか日本語で。一応丸にしてるんですけど、多分この2つ目の方は三角なような気もするんですよね。ちょっと違和感感じるというか。皆さんどうですかねまあでも、伝わらなくはないですね。下の場合でも。 あなたは私を幸せにしてくれるというふうな、えっと、例文、えっ、ー、と、言葉の並びであっても、あなたは幸せに私をしてくれるというふうな並びであっても、すなわち、日本語の場合は、えっと、ま、この二つ目は三角かもしれませんが、えっ、ー、と、ここの後ろですね。誰がの後ろ、どんな、誰を、まあ、相手と状態っていうのを入れ替えても、問題なく伝わるって形です。一方、英語ではそれをしてしまうと、意味が全く通じなくなってしまうんです。英語でもしそのままいくと、 さっきの例、えー、っと、例にあった語順ですね。例にあった語順でいくと、you make me happy.you まあまず主語が来て、動詞の順番を置いですね。誰が上転するのか。で、その後に、誰をどんなっていう並びにして、あなたは私を幸せな状態に、まあ幸せにしてくれますっていう,ような意味になります。一方、この後ろ、語順変えてみました。どういう語順かというと、you make happy me っていう風うに、 先にに状態が来てて後ろに相手を持ってくるこれだと英語の場合だと「んどういうこと?」というふうになってしまいます。幸せというものがんんみたいな感じですかねっていうふうに日本語だとさっきのあれですね2つ目のポイントにもあったように日本語だと順番を気にしなくて言えるような内容であってもえ待てよ。えっと日本語だと順番を気にせず話せるようなことであっても英語の場合順番を気にしないといけない場合があります。 ちょっとややこしくなりましたね。という形でもう8時半か。そしたら、えっと、最後、まとめに入っていきましょう。まとめですね。はい。さて、まとめはこんな感じです。最初のポイントをまとめた形ですね。まとめ、まあ、英語の語順という風に言って、まあ、3つ簡単にまとめました。1つ、まあ、これ本当に基本的というか、えっ、ー、と、一番大事なポイントですね改めて押さえておきましょう。まあ、英語の語順を S プラス V でやろうと。まあ、誰がどうする。この2つはまず最初、セットできます。で2つ目、重要動詞の後ろはあえてプラスもの。重要動詞、どういった動詞でしたっけ まあ、その漢字にあるように、与えるという意味がある動詞ですね。見せるとか、送るとか。こういうふうな後ろは、相手プラスもの。相手ものっていうのは順番になります。で、最後、起因動詞。ある状態にする、かっこ、原因。ってなるような動詞の後ろは、相手プラス状態っていうのは、えっと、語順になるということを押さえておいてください。今まだそこまで、その、なんていうんだろうあ。英文読まれてる方も、もしまあ、なんていうのあまり英文読まれてないというか、その、え、他の、 うんなんていうのかな英文かな英文に触れられてない方だったら、具体的にどういうことなのってはっきり分かりづらい方も、イメージつらい方も多いと思います。が、まあ、後々、えっ、ー、と、一緒に勉強していく中で、また、ご自身が勉強していく中で、なんか、これどうやって読むんやろうとか、順番なんかおかしいなと思うときに、ちょっとここに立ち返ってみると、まあ、何かヒントして、ヒントになるのかなというふうに思ってます。はい。ということでですね、最後お知らせとなります。お知らせ、えっ、ー、と、今回のテキスト配布、カッコ1というふうにありますね。えっ、ー、と、一応、ぜ、えっ、ー、と、今回、 使ったポイント 1, 2, 前回に作ったものとちょっとアップグレードします。まあ、アップグレードといってもまあちょっとレイアウト変えたぐらいになるんですけども、まあ、もしあれば動画下の概要欄から Google ドライブで皆さんどれでもダウンロード可能になってますので、それからダウンロードしてください。で、はい、2つ目ですね、えー、と全文法1から15一気見したい方へ。もう全部文法あるやったらさっきそっち見たらええやんっううに思うんですが。まあ なんかゆっくり勉強したいなーって人は一緒にこっちで8時から8時半、30分一緒に勉強していきましょう。で、まあ、その1から10分きにしたい方は動画下の概要欄から見れますので、そちらの方を見てください。で、最後ですね、次回の第2回 B 同士は2月10日、来週の18時から8時半で、えっ、ー、と、できれば YouTube ライブでお届けしようと思います。YouTube ライブと、まあ、インスタライブかな、両方でちょっとやろうと思います。はい、そんな形ですかね。 形で今回三十二分か。そしたら、このところで、えっ、ー、と、終わろうと思います。そしたら、今回もありがとうございました。また、来週の二月十日でお会いしましょう。ちょっと、どうですか、ちょっと、まあ。えっ、ー、と、まあ、コメントほどでもないですけど、まあ。じゃ、一分で。一分でやった方がいいんかな、なんか。二 <laughs> 十分、三十分与えてもらえると。よくも悪くも、ちょっと、いろいろ、いろいろ喋りすぎてしまうんですよね。なんか、まあ、これがいいって方がいらっしゃるは、まあ、嬉しいですし。まあ、これがなんか、長い,い、たどたどしいと思う方は、まあ、あの。一分英文法。 1>, えーと1分に凝縮したもの、えー、とショートカットしたものを、えー、と後ほど、後日か、後日載せますのでそちらの方確認しておいてください。はい。そしたら今回でこれで以上にしましょう。また次回ですね。次回お会いしましょう。お疲れ様でした。